新生岩のコプフズ、火山岩のコプフズ、コプフズとは、鉱物学的な組成に基づいて、火星岩も分類するときに使われる、筆形のダイアグラム。QAPF は、石英、アルカリ蝶石、社長石、順調石という4つの鉱物グループの頭文字である。石英、アルカリ蝶石、社長石、順調石は、それぞれコプフズにおいて四方に配置され、 それらの比率に基づいて鉱物が分類される。コプフズにおいて QAPF の比率は正規化される。コプフズはスイス出身の岩石学者であるアルベルト・ストレケイソン博士の主導で国際地質科学連合に設けられた火星岩の分類法に関するアイックス小委員会によって1974年に提案された。か、なリいは特に新星岩を分類するための図として 世界中の地質学者にコプフズは受け入れられた。タシーズズ直鉄質岩を分類するときのズコプフズは主に検証室の新生岩を分類するために利用されているが、火山岩において鉱物学的な蘇生の比率が確認できる場合にも利用されている。火山岩においてコプフの比率が確認できない場合、もしくは被災岩はコプフズの代わりにタシーズズ トータルアルカリシリカが使われる。黒曜石などの火山ガラスを含む火山岩を分類するときにもタシーズズが使われる。苦鉄質鉱物が90%を超える超苦鉄質岩の場合は、コプフズでもタシーズズでもない専用のダイアグラムが使われる。鉱物の中には産地によって名前が付けられているものもあるが、コプフズにおいては鉱物の名前は蘇生に従って決定される。 逆に言うと、蘇生がわからないと、鉱物の正確な名前を特定できない。ありがとうございます。